早い、そうなんですよ。早め。30分ぐらいの予定だったんですけど、すいません。なんか、駅がじゃない、バス降りたら雨がすごくて、もう着ている服も、もう髪の毛も全てびちゃびちゃになってしまって、これは30分できないなと思って、もう帰ったのは15分ぐらいだったんですけど、もうなんかいろいろとやばくなったので、ちょっと50分にしました。まあでも確かに平日のこの時間帯にするのはあんまりないんですけど、まあもしその22時とかの夜もできたらやろうかなとは思ってます。でもちょっとまだ分かんないです。1回だけかもしれない。首で結んでる。そうなんです。ちょっと分かりにくいけど、半袖デビューです。もう夏なんで半袖 というわけでスタバを買ってきたんですよ、新しいやつ。 もうやばい、これ雨なのかな、なんかすごい、もう水滴が。紙袋抱えて走ってたんでね。これあれです、新作の、もうちょっと走ったんで汚いんですけど、プリンアラモード。こうなんかすごい果物入ってるんですよね、よくよく見たら。プリンアラモードです。何が入ってるんだろう、なんか教えてくれたんですけどね、店員さんが。ちょっと忘れちゃった、マンゴーとか言ってた気がする。ゼリーって言ってたかな、確か。とケーキ。ちょっともう段ボールがもう柔らかくなっちゃった、雨に打たれすぎて。ああ、これが外れちゃった。ケーキがこちらのコーヒーゼリーケーキです。ででーん、コーヒーゼリーが入ってて、下がなんか見えないけどブラウニーらしいです。これを食べ終わるまでショールームしたいと思います。まあ本当にゆるい感じです。多分終わると思います。 はい、2時間ぐらいかな。いや、そんなかかんないよ、多分。予想多分ね、40分とか30分ぐらいじゃないかなって思ってます。いざ実食。見えるかな、なんかカラメルソース見えるか。 刺します。これまっすぐでいいのかな、なんかぶち当たんないかな。いただきます。ちょっとこれ新作なんでね。プリン。でもなんだろう、なんか特
溶けてるからかな、なんかバニラアイス入ってるのかわかんないけど、なんかすごい層の味がする。うん、あのプリンを固める前のプリン液を飲んでる感じ。あ、でもカラメルソースがとかなんかちょっと酸味が来るから多分あのプリンアラモードのアラモードの部分、このフルーツゼリーが吸い込まれてくる。甘い甘い。食べるプリン、うん、いや食べるプリンは普通のプリンだけど、まあ飲むプリン、飲むプリンかな。うん、いやでもなんかゼリーは本当に細かいから、なんか果肉ではないけど、なんかこうプリンの果肉が流れてきますみたいな感じです。これは多分買ってその場で飲んだ方が良かったかもしれない。もうなんか溶けちゃってよくわかんないことになっちゃった。でも美味しいです。まあこれは随時飲みつつ。お皿に入れた方がいいねって、ちょっと待っててください。お皿取ってきます。持ってきました。コーヒーゼリーケーキ。いやー美味しそう。こういうの好きなんですよね。あー倒れた。大きい声出しちゃった。倒れてしまった。まあいいか。なんなら下のブラウニーが崩れたので、もうこのまま食べます。ちょっと倒れてしまったんですけど、下のブラウニーが崩壊してしまいました。まあいいや。ちょっとじゃあ上のコーヒームースから。はい、いただきます。うん、コーヒー甘くないですね。適度に苦み、うん、コーヒーって感じがします。これチョコブラウニーです。うん、甘い。でもすっごい甘いってわけじゃないですね。で上が生クリーム。うん、微糖。あんま甘くない、いいかもしれない。このプリンと一緒に食べるのはいい感じかもしれない。すごいですね、本来食べ物のプリンが飲み物になって、飲み物のコーヒーが食べ物になってしまいました。なんということでしょう。いただきます。うん、2つ買って1140円でした。
うん、上は全部ムースになってます。うん、見えるかな。まあこれを食べ終わるまで雑談をしようかと思ったんですけど、私あの今日映画見に行ってきたんですよ。コナン君見に行ってきたんですよ。はい一人でね。いやー面白かった。もうね結構あのまあ公開されて1ヶ月半ぐらい経ってるからもう結構人は平日だし少なかったんですけど、平日の昼だったからめっちゃほぼ貸し切り状態ぐらいで見れて、真ん中で。で、犯人言わないでね。言わないけど、なんかね、すごかった。なんかシンガポールの話だったんですけど、まあ、あんまりネタバレは言わない。あんまりネタバレは言わないんですけど、なんか冒頭で、建物が出てきて、シンガポールの結構まあ なんて言うんだろう、形的にはあのフジテレビみたいな、ボールのないフジテレビみたいな、なんかビルが出てきて、あーこれは終盤多分倒れるんだろうなって思ったら倒れたんですよ。おーって当たったみたいな。あんまりね言えないけど、でもただただひたすら灰原愛ちゃんが可愛かったです。まああんま出てはなかったんですけど、ちょくちょくね。コーヒー豆入ってますこれ。ガチのコーヒー豆なのかな今。豆を食べちゃった。京極さんと結構きっとどっちがかっこいい。いやーどうなんだろうね。一応今作の根性のフィストは京極さんとキッドがメインだけど、なんかねもう京極さんはなんかありんぐらい強くてびっくりした。もうなんか人間じゃないなって。自分の気持ちで、そうだな、きっとかな。きっとかもしれない。やっぱああいうかっこつけキャラは好きですね。なんかキザな感じ、分かってても好きかもしれない。かっこよかった。本命は赤井さんなんだけどね、毎回映画のたんびにそれはそれこれはこれみたいになってしまう。いやーでもねなんか今回は本当に爆発するのが早すぎて、もっと中盤ぐらいかなって、もうちょっとなんか見始めてまあ10分ぐらいで爆発するかなとか思ったけど、なんか普通に 5分ぐらいで爆発した気がする。
3分とかで爆発したんじゃないのかな。あ、早い今回の爆発みたいな。なんかすごいね。なんか映画見終わった後って全然感想出てこないんですよね。これがまたなんでなんだろう。時間が経てば出てくるんだけど。でも私はここ最近の映画の中では、まあ赤井さんは好きだけど一番面白いなって思ったのは最近の中ではからくれないのラブレターなんですよね。根性のフィストも見たけど自分の中では最近見たランキングの中ではまだからくれないが結構上位かもしれない。歴代では迷宮のクロスロードなんだけど、あと天国へのカウントダウンとかね。全部平次だっていうね。平次好きなのかな、どうなんだろう。迷宮のクロスロード、どっちも京都のやつです。京都はねもうほんとポンポン爆発されるからポン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 みたいな、バン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 ブワーンみたいな。大阪もかな、まあ東京もなんだけど、いつか多分岡山も爆発するかもしれない。本当に爆発するよ。ゼロの執行人は、ゼロの執行人はね、なんか初見じゃ難しかった。私がバカなのかな。いや面白かったね。安室さんがとりあえずかっこよかったけどちょっと難しかった。公安局のなんかこう仕組みをちゃんと分かってないと分かんなかったかもしれない。でもゆらちゃんとこうなんかゼロ執行は見に行ったんですけど、あらでも面白かったですね。ゼロ執行はね、見た人しか分かんないんだけど、電話番号の音のところでなんかもうゆらちゃんと笑いが起きてマジみたいな本当にそんなことあるみたいな。なんかコナン君が犯人を電話なんか犯人がなんか電話番号の音をなんか設定してて、その電話このピピピピピみたいなコナン君の前で電話するんですよ。その音でコナン君が犯人に気づいたみたいなシーンがあってそんなことあるみたいな。ちょっとこれ見てもらったら分かる、伝わらないこの面白さが。全然面白いシーンじゃなくて普通に真面目なシーンなんだけども、なんかちょっと面白かった今日は多分コナン君を語ります、ケーキ食べてる間。今回はね、愛ちゃんの出番がちょっと少なかったけど、まあちょくちょく出てきてちょくちょく可愛かったから良きかな。推しメン、灰原愛イントロね、ちゃんと注目して聞いたよ。なんかコナンは毎回映画のイントロが違うけど、なんか高かった気がする。あれでも前回も高かったっけ。なんか私イントロはねすんごい、あの純国のナイトメアのなんかでで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 でるるるるるとととととのあのめっちゃ重低音のイメージが強くて、なんか今回めっちゃ高かった気がする。高くなかったのかな。あでもからくれないから高かったか。
あれ分かんなくなっちゃった。どれが高いんだっけ。なんか初期が高いんですよ割と。迷宮のクロスロードのイントロ好き。それな。でてて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 て、ポンポコポン、タタン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 。迷宮のクロスロードはなんかポンポンって和太鼓の音が入って、小太鼓。そうなんかね、イントロでまず盛り上がるっていうね。そうイントロが毎回違うくて、結構ねめっちゃアレンジ聞かせてる映画の回があったの。どの回かちょっと忘れちゃったけど、それもなんかキットが出てるやつだったんだよね。なんだっけ、なんかすっごいもうアレンジアレンジアレンジみたいな、ロストシップかな、なんだっけ、すっごいアレンジ聞いてた、あったんだよね。名探偵ピカチュウ興味ない。興味ちょっとある。でもピカチュウっていうかポケモンあんまり分かんないんですよね。でも見たい、ちょっと可愛い気がする。世紀末だっけ、なんかすっごいなんかサックスかなんかの音がすごいしてるやつ、サックスか忘れたけど、うん、混ぜとく。同じ映画2回見に行くことありますか。あります。コナンは2回ね、学生時代は見に行ってました。 STU になってから見に行ってないけど、博士のクイズ解けた。今回はね、博士のクイズをね考える間もなくね、コナン君が解いてしまった。毎回ね映画で博士が視聴者に向けてクイズを出してくるんですけど、うん、今回はねコナン君がもう一瞬で解いてしまって、考える隙もなくへーって感じで見てた。なるほどーって。めぐれ警部いました。いや今回シンガポールの話だったんで、なんかめっちゃ英語って感じ。英語英語英語、字幕字幕字幕みたいな。うん。結構ね、ほぼみんな英語で会話してた。コナン君いつ肌黒くなった？それはね、見ないとちょっとあれなんやけど。あれはねコナン君じゃないよ、アーサー平井だよ。肌黒いコナン君に似てるのはコナン君じゃないよ、アーサー平井。僕の名前はアーサー平井だって言ってた。見たらわかるんだよ。めっちゃフルーツの味する。わかるか、なんかイチゴかな、なんか入ってる。美味しい。さくらんぼどこ行った？どこ行ったんだろう？消滅した。まあね、ショールームそんなに長くしないのはまあ、まあショールーム終わったらちょっと出かけようかなと思ってて。中村 Q のところに遊びに行ってきます。
最近ほぼいる。暇なんですよ多分お互い。休日することがなくて、まあ朝いたんですけど、すっごいね、なんか最近よくいる。本当にね、見せてあげたいぐらいね、なんか変なテンションなんだよね。めっちゃ面白い。なんか最近覚醒してるんですよ、私の前にいるまいちゃんは割と面白い。まあちょっとショールームでできないノリなんだけど、めっちゃ面白い一緒に住んでる、一緒に住んではないけども、最近はほぼ住んでるぐらいは行き来してる。のんちゃんさんと会ってない。うん、最近会ってない。でも近々会える予定。なんかね、家でお酒飲んだ時のまいちゃん、お酒飲んでかつ眠たい時のテンションが面白かったです。私飲めないからまだシラフなんですよ。だからスーンって感じ。ゆうさんはもう20歳なんで飲めます。酒癖悪くはないと思います多分。まいちゃんは別にただなんか最近テンションがもう覚醒してる面白いめっちゃ面白いあんま言わないけど本人の前ではすごいなんか面白いなって思う。こんなおもろうな人だったっけって。毎日飲んでる？いや、毎日は飲んでないと思います。たまにです。私は12月になったら大人を仲間入りします。年賀されると思う。でもされてなかった。一緒にコンビニ行ったけど、だから私もされないのかなと思った。私なんか微妙なラインですよね。なんか22ぐらいまではまだ微妙なラインだと思う。見た目に変化が訪れなさそう。なんか AI とか導入してくれればいいのにね。免許証なくても顔のなんかあるんじゃないのかな。本当にどれだけ童顔の人でもやっぱりなんか AI とかからしてみればなんか大人のなんか出てるんじゃないのかなとは思うんですけど。どうなんだろう。楽なのにね。そしたら
身分証明書は持ってるんですけど、もう持ち歩いてはないからな。もうちょっとです。うましかて。うん、美味しかった。甘い、めっちゃコーラ飲みたくなってきた。なんか甘くないコーラが好きで最近買ってます。もともとコーラそんな、なんか飲めない民族だったんですけど、すっごい炭酸強いのが苦手で、でもなんか大人になったのかな、炭酸強いやつでも飲めれるようになって、うん、ゼロゼロゼロ。甘くないコーラあんまり甘くない、なんかなんて言うんですかね、普通のコーラより甘くないやつ割と飲んでます。炭酸水はまだ飲めない。あれはねちょっとうってなっちゃう。うん、味がない、なんて言うんですか、スパークリングウォーターっていうんですかね、ああいうのはちょっとまだ無理。レモン風味で頑張ればって感じ。頑張れば飲めるけど飲みたくないって感じ。炭酸水飲める人すごいって。味のないやつ、うん、ジュースにしないとダメかもしれない。メッツの1号味、あ、それ気になってるやつでもないんだよね、見えない。炭酸水好きな人多いですね。倍はね飲めれない。炭酸水飲んだ吐きそうになった。そう、私もそれなんですよ。なんか飲み込む前に逆流しそうになる。7時半くらいまで、うん。そうだね、今何分か分かんないけど多分まあそんぐらい。いやー、あ、25分、じゃあ団長読もうかな。めっちゃグダグダ、まあちょっと気休めの配信だったんでね。ケーキ食べる間ってことで、うん、まあもし夜もできたらやろうかなって思います。仕事終わった頃なんですかね、皆さんは。お疲れ様です。ご無事で帰宅してください。じゃあランキング読みますね。読みます。13位、グレートマンさん。12位、チャンツーさん。11位、マピさん。10位がフクスさん。9位がムルーさん。8位がアツさん。7位がイトちゃんさん。6位がニカちゃん。5位がトニーさん。4位がマッカさん。13位開演までの皆さんありがとうございました。そして
3位がキーさん、2位がトートーさん、そして1位がウサさんでした。最下1位までのありが皆さんありがとうございました。ということでバイチャラポー。グダグダにお付き合いいただきありがとうございました。じゃあまあ今ショールームやってるメンバーの皆さんのもとへ、はい、星投げ行ってきてください。頑張って。じゃあバイバーイ、ありがとう。消えます。3、2、1、バイバイ。